このまま闇に溶けて。アクア、大丈夫かい？ミッキー、どうして？あ、ヘラ、ベン。話は後にしよう。闇に救う者。あれはハートレスだ。うわ、ちょっと待って待って待って、熱いね。ミッキーと共闘できるんだ、いいね。やば、いいね。あ、やべ、ミッキー使い切っちゃった。いいじゃん。で、このミッキーはどこの、やっぱりキングダムハーツ1の時期のミッキーかな。すごいミッキー、キーメイドがちょっと違うもんね。関係ないかな。あ、じゃあミッキーの HP も見える。共闘技とかあれば使いたいね。ミッキーと一緒になんか技使えないかな。あ、倒した。さすがミッキー、さすが。あ、これやばいやばい。ちょっと待って、回復したいな。したいけど、ちょっと待って。オッケー。あ、ちょっと待って。あ、違うか。あ、やばいやばい。あ、うわ。アイテムが多すぎて迷う。やっぱ来る。青いエフェクトが出たら、攻撃の合図です。はい、で、なるべく全部の魔法使っていこう。そうしたら、かけないか。このフィニッシュがね、いろんなやつ使えるようになると思ってるんですけど。え、ちょ、ミッキーと共闘。ああ、ミッキー、ミッキー、ミッキー。大丈夫、ミッキーも回復しといた方がいいかな。メガポーションは全体回復なんですよ。はい、ほぼ。OK、 OK、 さあ HP バーもうちょいつけるね、敵のね。使えない？使えないか。お、レインファインダー。あ、ちょっと待って、ミッキーとなんかミッキーと組んでる。フィニッシュまで出したい。オッケー。あー、すげえすげえすげえ。一瞬だけどミッキーと組めたね。それはすごくいい。OK、 倒した。顔色はやめておこう。それにしても、まさかこんなところで再会できるなんて思いもしなかった。一体何があったんだい？テラとベンを見ませんでしたか？君しか見なかったよ。私の心の弱さが闇につけ込まれました。そう、でも大丈夫そうだ。ずっと君たちを探していたんだ。どうして闇の世界に？光の世界ではどれくらい時間が経ちましたか？
約10年。そうですか。私はあの後、ベンを安全な場所に隠し、テラの元へ向かったんです。しかしテラを闇に奪われそうになり、それを阻止するには、私が闇の世界に残るしかなかったんです。そうだったんだね。ミッキーこそ、なぜ闇の世界に？光の世界に何が起きているんですか？いくつもの世界がハートレスに襲われて闇に飲まれてる。それぞれの世界の心が奪われているんだ。これ以上の闇の侵食を防ぐためにも、光と闇双方の世界から扉を閉じなければいけない。それには闇の世界にある鍵が必要なんだ。それで闇の世界への入り口を探していたんだけど、世界の境界は不安定になっていてね。光と闇の狭間にある世界では、どこかの世界が闇に飲まれるたびに闇への入り口が開閉していたんだ。そして闇の中に懐かしい光を感じたんだ。そのつながりをたどって進むと、君がいた。つながり、きっとテラとベンがミッキーとの再会に導いてくれたんだと思います。うん。しかし世界はまた闇の脅威に。テラは光の世界にいないのでしょうか？まだ見つかっていないんだ。そうですか。でもテラはまだ戦い続けています。心は闇に落ちていない。私にも諦めるなと言っていました。そうなんだね。それなら安心だ。はい。でもベンの方は私が戻らなければ目覚めません。だから私は光の世界に帰らなければいけません。うん。じゃあ鍵を探して一緒に帰ろう。帰り道は分かっているんですか？いや、それが入り口を探すのがやっとで、帰り道のことまでは考えてなかったんだ。でも二人ならなんとかなるさ。相変わらずですね。鍵が導く心のままに。ずいぶん古い言葉を使うんですね。大昔のキーブレード使いたちが交わした言葉。今はこの言葉を信じてみたくなったんだ。さあ行こう。はい。はい。いいね。ちょっと待って、ミッキー来ただけで一気に変わったね。なんか空気がね。てかミッキーって4本指だったんだ。俺初めて知ったんだけど。王様来てくれたね。うわ。で、多分ね、本当に、キングダムハーツ1だよね。扉を閉めようとして、闇の世界に残ったんだよね、リックと。多分、その時の話だと思うんだけどね。はい。じゃあ、リックどこ行ったんだろうっていう話なんだけど。確かリックとははぐれたんだよね、なんか。はい。すげえな。じゃあやっていきましょうか。いやー、なんかね、まさかミッキーと共闘できるとは。表情豊かだね、なんかみんな。ね、面白い。これなんか、フォトモードとかないのかな？はい。セーポイントあるね。はい、じゃあちょっと回復してセーブしますね。はい、じゃあ行こうか。こっからはミッキーとなんかあったら戦闘ってことかな。二人でね。熱いね。いいね。ちょっとなんか、すげえ。ちょっと待って、画質でやっぱね、ずっと感動してられるね、俺は。今までと全然違うもんね。間違えた。変えちゃった。デフォルトでいいんだけど。はい。いいね。頭。何これ、なんかのコラボアイテムなのかな。
なんかね、似たような装備いっぱいあるんだよね。これとかさ。これもそうだし。なんだろう。はい。じゃあ戻して。はい。じゃあ行きましょうか。どうするんだっけ？あー、そっか。出口わかんないから、二人で探そうよって話か。はい。まあまあ。デクレートだけでね。すごい。なんだこいつら。岩？一発でけえな。はいはい。サンダガン。えげつねえな。毎回思うけど。さあ。マクラはもともとね、魔法が得意だったんです。ここに来る前からね。だからまあ、魔法にさらに特化したんでしょうね。この世界で。上になんかありそうな気もするけど。あ、まだ地図がないね。あれかな？戦闘ないか。はい。闇の深部。深部だって、深みに来ちゃったね。あっちになんか塔が見えるけど。どうしようか。こっちが多分寄り道でしょう。穴？この、降りたくないな。あ、ミッキー先行ってる。下ルートってことかな。はい、グリザガン。わお。ミッキー囲まれてる。強すぎるよ、本当に。いいんだけどさ。すげえ、ちょっと待って、これ。クリスタルめちゃくちゃ綺麗だな。こういうのずっと見てられるよね。百均とかでもあるけどさ、こういうの。なんかずっと見てられるよ。安くても。いいよね。さあ、これ下ルートでいいのかな、俺。適当に来てるけどさ。さあ、上に戻ってきた。どこですか、これ。多分ね、あっちだと思うんだよ。普通に来て、上から来てたらこっちから来るんじゃない？ね、でかい宝箱あるし。あ、その場合は気づかないんで、この下ルートに。わかりづらいもんね。はい。結局、繋がってると。さあ、ロックがいっぱいいますね。あ、間違えた。魔法使っちゃった。回復使っちゃった。どうしようか。 OK。 ちょっとミッキーとの共闘技をもっと使っていきたいんで、なるべく狙っていきたいなとは思ってるんですけど。あ、ミッキーが叫んでる。うわーっつって。 OK。 まためっちゃ来たね。サンダガン。わお。毎回ビビっちゃうじゃん。驚いちゃう。これ砲撃タイプか。めんどくさいな。ほら。上ね。いてててて。オッケー。あ、ちょっと待って。ミッキーとの。どこ行く？どこ行くん？あー、いいね、いいね、いいね。フィニッシュまで出したいけど、もう敵いないんだよね。逃げる逃げる。敵がめっちゃ逃げる。危ない。あー、溶けちゃったね。もったいない。はい。いいね。共闘はやっぱいいよね。テンション上がるわ。で？この丸っこいのなんだろうね。はい。おお、なんか明るくなってきた。え？
や、ちょっとな、いいな。この明るさの加減もいいね、なんか。はい。でかい。クリスタル。これ。いや、なんだ。どうかなと思ったけど。はい。どうしようか。右に行ける。あとこの砲撃タイプ先やっちゃおうか。これまでだ。惜しい。見た。あっちの砲撃もやっちゃおう。あ、ミッキーが焼けちゃってる。よくないよくない。ミッキーが焼けてる。さあブリザーガン使っていこう。オッケー。欲しい。あ、オッケー。ね、ミキどこいた。あ、ミキ戦ってる。こいつら弱点なんだろうね。アイガかな。まあどれも効くね。あ、オッケー、いいよ。締めまで出そう。左下の矢印が3つ溜まれば多分出せると思うんで。4つか。フィニッシュ。おお。いた。あ、ピヨってる、ピヨってる。オッケー。まだ出る。オッケー、スタンバイ。いやー、いいね、魔法楽しい。お、めっちゃ出てくんじゃん。何ここ総力戦なの。なんだかん、さ、また共闘ですね。共闘で、まあ、お、ミニカチューシャ、やべえ。ではラスト。これも、あー、溶けちゃった。もったいないな。オッケー。さあラスト1匹いたでしょう。痛い。ナイス。さすが王様だね。なんかミニイカ注射ってゲットしたんだけど、どれだ。うなんだ、ディズニー来た感じになっちゃったね。売ってるよねあれ、普通に確か。まあ、真っすぐ行こうか。まあここは戦闘がメインかな。はい、メインっていうか、まあどこも戦闘ばっかりだけど。明るさのしょ、おお、あ、見つけたんじゃない出口。あれ、じゃあ終わり？もう。え、すごい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 。え、これ完全出口でしょ。なんだなんだ。うわ、すげえ。あと、こういう時にね、宝箱とかあるんじゃないかつって探しちゃうんだよ。闇の世界にこういう繋がりがあるんだね。そうそうそう。こういうことしてて変に引っかかっちゃって前に進んだらかっこ悪い。あ、でも宝箱あったね。え、エリクサー、ここで多分一回でかい戦闘がある。 OK。 はい、そこでね、エリクサーが一個ありました。すげえ、見えない。なんか大丈夫かな？ずっと暗い空間にいて、いきなり赤いと、明るいとこ出たら、だいぶ目がしんどいけど。うわ。はい、レコー。砂？
あの子たちと出会った世界。本当にたくさんの世界が闇に飲み込まれているんだね。アクアはこの世界を知っているのかい？はい。ここを訪れた時、キーブレードを継承してもいいと思える子たちがいたんです。でもすでにテラが継承していたようなのでやめたんです。え？まさかその子たちの名前は？確か空とリク。なるほど。じゃあきっとここに。え？今僕と扉を閉めようとしているのはアクアが出会ったその二人なんだ。あの二人が？彼らがキーブレードを初めて手にしたこの地、その裏となる闇の世界側のここに僕が探している闇のキーブレードがあるはずだ。時間がなさそうだ。急ごう。わあ、ミッキーと一緒にデビルズウェーブを倒せ。了解。うわあ、HP すげえあるな。ダメ。さあ、3つ使いますね。ファイガン、フリーザガン、サンダガン。これでゲージ1本か。なかなかだね。ちょ、やばいやばい。やばいやばい。HP 半分以上持ってかれたんだけど。危ない、今危ない。 OK、 ちょ、回復優先しようか。これはやりにくいな。どうする？多分殴ってくる前兆があるから。あ、この弾か。今チャンスなんじゃない？普段よりもダメージが入る状態じゃない？マジックウィッシュ。あ、逃げた。今殴ってくる人、青いエフェクト出てるから。待て、何回も来るんだ。アドレスが落ちた。どういう状態？邪魔。おい、めっちゃ来るじゃん。やりにくいな、ほんと。やば。殴んないと進まないからね。で、ザッコなんとか処理すればもうちょっと楽になるんじゃないかな。 OK。 くそ、なかなか先頭に当たんないんだけど。はい、どういう、やべ、フィニッシュ。当たってる？当たってる当たってる。オッケー。さあ、み、ん？え？これを殴るの？あー、めっちゃかっこいい。フィニッシュ、OK。 おお、いいね。え、やばい、やばい、やばい。何や、あれ。予兆が欲しいな。なんか投げてくるでしょ。いや、どういう状態だ。いた。
やばい。あ、やばいぞこれ。あと俺どこに避けてんだ。あれ拾いたかったな。拾えないな、もうどうしようか。あ、雑魚的召喚？違う違うな、よくないねこれは。いきなり難易度ぶち上がるねこれ。地面に潜ってそこからまた出てきてんだ。あ、ちょっと待って、あそこに、待って、めっちゃあるんだけど。フライズが、ちょ、取らして取らして、めっちゃ浮くね。うわ、消えちゃった、いくらか。この状態で頑張るしかないってことか。オッケー、ファイガン。どうだ、普通に殴れるんじゃん、普通に殴れるんだね。動き出したら、あ、ミキ動き出したら危ない。いつが危ないのか分かんないんだけど。返された、今チャンスじゃん。くそ、全然当たんない。赤くなったら多分危ないよね。今が多分危ないよね。で今がちょっと青いから、そうかそうか、渦の色で判断すればいいんだ。今さら気づいた。今危ない、どこでしょう。あ、ミッキー、ミッキーが危ないな。あ、回復するんできんだ、すごい、さすが。で今チャンス、まだいける。あ、ゲージ1本切ったけど、オッケー、ファイガン出していこう。ん？違う、ファイガン。オッケー、倒せるんじゃないこれ。オッケー。この奥へ行ってみよう。